すいません。京都方面行きたいんですけれども。では2番乗り場から特急にご乗車ください。実際に駅員さんと会話をすることができました。京阪京橋駅などで今日から始まった実証実験。スマートフォンをかざして表示された URL をタッチ、または QR コードを読み込むだけで駅員と通話することができます。今回の実証実験、従来のインターホンでの対応だけでは難しい音を聞き取りにくい高齢者や障害者の利用を見据えたもので、キーボード入力による文字上での会話も可能。今後京阪全線での導入も検討しているということです。ご視聴ありがとうございましたケロ。